すいません。すいません、ちょっとメールが、メールの画像が引っかかっちゃった。なんかもう一回送り直した。ごめんね。あくもありがとうございます。ただいま。そう、引っかかっちゃったか、もう一回送ったから見てて。ちょっとあのモザイク入れるの忘れちゃってた。あははは、ごめんなさい。なんかモザイク入れたやつを送った。こんばんは。やばい、くしゃみでしょ。やばい、くさみって言っちゃった今。くさみ。いや、ロゴじゃない。ロゴじゃない、私が普通にあのぼやかしミス、ぼやかすの忘れてた。ワンピース見たいです。じゃあチャットかメールに送るね。着替えた、着替えました。今絶対花粉飛んでる。え、なんか鼻ムズムズするもんかも。そう、人が、あ、そうです、大正解、人が映っちゃった。ごめんなさい、違う、モザイクかけたのに、あのかける前の方送っちゃった、間違えて、ごめんね。こんばんは。寒い、寒くなってきた。東京の話、いっぱいあるけど、まだ温めておきます。え、わかる、新潟めっちゃ寒いよね。次の曲って早々発売かな、まだな気がするな。そう、最近のお気に入りの帽子、面白かった。ありがとう、ぜひ申し込んで、嬉しい、待ってるね。あ、くもありがとうございます。可愛すぎる、ういー、ありがとう。これひよこな。ひよこな。今日5期生のあれらしい、二次審査だったらしい。参加できなくてごめん。え、ねえ、全然いいよ、ありがとう。私いつか面接官してみたい。じゃあ自分の長所をお願いします。あくもありがとう。自己 PR をお願いします。
どういうところみたい。私がもし面接官になるんだったら、おもろい子おもろい子がいいです。寒っ。自己 PR とかかな、知らんけど。なんか愛嬌もある。え、どうだろう、わかんない。でもなんかパッ、なんかビビビってきた子ビビビってきた子で、あもーちゃんツッコミ無理ですね、残念ながら残念ですができません。13から見てます。どういうこと、13からって。ツッコミできそうな子、いるよ、いますよ、4期生。あ、ジュースー大阪、あ、そういうこと13点だった。なぎちゃんが MC どうしようって言ってたよ、4期ボケしかいないツッコミ不在。いるよ。何言ってんですか、なぎちゃん。いますけど。サホとかツッコミだと思うんですけどね、私。ありがとう、くま。サホちゃんもボケらしい。絶対違う、絶対違う、サホ絶対ツッコミでしょ。サホがボケてるのそんな見たことないんやけど。絶対サホツッコミでしょ。絶対そうだと思うけどね。で、サホツッコミでしょそう、面白いよ、サホは。暖房つける、寒い。何？
メールって言ってるかな。もういい、分かった、あもう見てます、いい、もう見てますの、そのなんか嵐みたいなコメントでもいらない、分かりました、はい、ありがとうございます。まだか、了解。土日で受けたりもできる、あれじゃあ今から行くと思うので少々お待ちください。マジで、ほら関西人多いね、嬉しい。え、ダイヤの隠れるドラマステ、え、そうなの、今日、今のとこ書いてしまったじゃあ C にしとくね、読み上げないようにするねこんばんは。そうなんだ、私めっちゃ見てるよ最近、ライオンの隠れが、隠れや見てる、かわいい、ライオンめっちゃかわいくて好き。面白い、隠れ家か、こんばんは。そう、ドラマめっちゃ見てるよ私。やばい、めっちゃ気持ちいいこのマッサージ、夜の蝶々、寝とふりで見てます。焼肉行きたい、わかる、休みなさそう、あーうーん、そっか、また来てね、いつか。惜しかったですね、え、それな、マジで私トップいける、いけるかもと思ったけど無理だったね。な、考えちゃったらね、頭が本当にね意味わかんなくなっちゃう。なんかスペースシャトルみたいな音になったんやけど大丈夫そう？めっちゃ気持ちいい。めっちゃ凝ってる。なんか痛気持ちいい。
だから今日むくんでんなってめっちゃ思ったんだよね、あのオンラインめっちゃブサイクだったもん、画面に映る自分が。えブッサって思いながらめっちゃ申し訳ない気持ちでおしゃべり会してた。めっちゃブサイクだったの本当に。なんか顔がこんなんで、しかも加工がないからあれ終わってた。いや本当にめっちゃ申し訳なかったの。え本当に顔が超むくんでた。だって今でもむくんでるもん、なんかぷくってなってる。ここ今寝てないから仕方ないよね。呼びたくなってきた。あ、眠たくなってきた、やばい。うい。私もうね、ほんと急に眠たくなっちゃうから急に眠たくなるの。眠たい。ニキビできたし、ほんと最悪。こっちにも、ここにも、いろんなところにニキビができて意味わかんない。隠し事は蜜の味。ねえねえ、抱きしめられたら一瞬で燃えて灰になってしまうよ。このまま私が聞いてて、それでも構わない、あなたに触れずに化石になるより。いっそ双子ですか。はい、そうです。低いソファ並びながら体もたれて、愛の重さ感じるはず、私のすべて。待ってなんでミラーボール飛んでんの待ってねねえ、ありがとう。え、浜
まじさんありがとう、びっくりした、ありがとう。楽しいね、くもありがとう、いい曲だよね。なんでだろう、一瞬でも得て木炭灰になってしまうよ、このまま私が。嬉しい、ありがとうね。消えたってそれでも構わない、あなたに触れずに。ないけど踊れますよ、振り入れされたことないけど踊れるよ、抱きしめられたら。化石になるよりいっそ、私は踊れます。なんなら抱きしめられたらの衣装を自分で作ったこともあります。もうね、一番好き、48グループの中で一番好きな曲が抱きしめられたら、抱きしめられたらいつ帰れたら、もう本当に悔いがない。メール来ました、あら、牧場は一回やったことあるよ。君とばたりと出会ったね。しかもね、ありがたいことにマリナさんのね隣だったの。マリナさん、祭り林に誘われながら、あ、私歯医者の予約した。いいでしょう。虫歯ですか？多分。多分虫歯だから予約しました。行ってきます。そう、放置したらえらいことになるので早く直してもらいます。早く行かないと。そうだよ、手遅れになっちゃったら歯抜かなきゃいけなくなるよ。私もそれ怖いもん、だからもう行く。あぶね、やばい、歌っちゃうとこだった。もうね、本当に研究生公演のね曲を歌っちゃいそうになって、すごいヒヤヒヤする。もう、ね、本当にダメダメダメ。
ダメ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 、早すぎるわ。過去一虫歯10本あったよやばい、全然自慢じゃなくて草やばい、好きすぎるこのコメント、なんかいいね、本当にその堂々とした感じ、本当にすごく私好きです、本当に好きですいいですね、虫歯10本ってのがいいですね、もうほとんどやないかほとんどやないかい。歯磨き上手かな？歯医者さんも呆れてたね。それ呆れるでしょ。何してたん逆に。痛くなかったん。羨ましいと言えないこの感じ。羨ましがっちゃダメだよ。上の歯、下の歯、いい歯医者と悪い歯医者の見分け方ある、ももちゃん。え、あるかも。いつもの愛すレモネード、キャラキャラで。取れちゃった。え、わかる、高いよね歯医者。私もね、なこの間ね、なんか高かった、起き上がれない。パーティー、チュッ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 。ねえ、高いよね、わかるわ。え、わかる、レントゲン撮りますねって言われた時の絶望感やばい、最悪って思う。まあ、でもいか 撮らなきゃいけないから撮るんだけど、うわってなる。いや、レントゲーンってなる。レントゲーン、レントゲーンっていう気持ちになります。顔が毎日可愛いんだよね。ねえ、嬉しい。なんでそんなさ、なんか人が喜ぶようなことを言ってくれるの？なんか私、人が喜ぶようなことを言えるような人になりたい。嬉しい、ありがとう、そうやって言ってくれて。ちょっと待って、粘土やっていい？なんかちょっと今急に小麦粘土触りたくなってきた。ちょっと粘土やるわ。うん、待って、いった、いった、マジで。え、待って、まだ触れんじゃん、この白色硬いけど。え、ひんやりしてていいですね。え、冷たーい冷たいですね。そうそうそう、リンゴ。
目くさ、マジ臭いね。でもそういうところが大好きだよ。待って言っちゃった、臭いって言った後にこの臭いって言わないでっていうコメント読んじゃった、ごめん、言っちゃった、ごめんなさい。猫ちゃん、でも臭いんだよね粘土って。でもそういうところが私は大好きなんだよな。でもだって本当に臭いんだよ、本当に臭いけど、でもそういうところが好きってこと。こまちゃん、あ、そう、ニューかわいいと、ニューか、ん、なんだっけ、好きでも、ん、なんだっけ、忘れた、まあいいわ。もぐたん寝たからね。でもさ、今のさギフトってさ、アイテムか、ギフトアイテムってさ、もぐたんのギフトじゃん。もうね、私一生このギフトというかアイテムがいい。そう、ありがとう、もくたん。やばい。え、でもね、ちょっとだけ寝ちゃった、本当にちょっとだけ、仮眠レベル。すぐにアラームに起こされた、なんかほぼ寝てない。やばい、取れないな、やばい、はっ、来た、じゃーんじゃじゃーん、何、前髪なんかおかしいんだけど、なんなんこれ、じゃ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 ーん、これ、ん、汚いの、もう一回作ろう。よっしゃ、気合い入れていくで。一旦綺麗な丸作りたいかも。丸描いてチン、丸描いてチン、植木鉢、そう、気合を入れます。6月6日に UFO があっち行ってこっち行ってよ、こっちで大池が2つできました。大池にお船を浮かべたら、お空に三日月登って、ひげをつけたらドラえもん。やばい、めっちゃ綺麗な丸になった、やばい、いいね。ピュッ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 ピュ
やばい。やばい。きったねー。できた。こちらです。白飛びして何にも見えんっていう。こちらです。はい。こちら。こちらです。こちら。こちらです。見えそうで見えん。あ、待って、ちぎっちゃった。ちょっと待って、ちぎってみるね。やばい、トイレ行きたいな。ほんと今日近い、やばい。トイレ来てー。あ、やばい、猫が。やばい、もういいわ。もうやめたいと思います。はい、やめまーす。小さい、最近は何なんで奥村の泣いてる動画探してみてます。なんで見る必要があるの、見る必要とは何でしょうか。見る必要とは、泣きフェチ、もしかして、もしかしてあんた泣きフェチだったりする。やらしい、やらしい、ほんまに。あんたさては泣きフェチだなの。フッ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 フ。はあ、疲れた。急に急にスイッチが切れる女の子。あ、最悪です、最悪です、最悪です。え、スキャットさん虹ありがとう、嬉しい、ありがとう。もうできない、
もうやめた。もうやめる。もうやめるわ。もうやめます。くさ、やばい。じゃあ今からお風呂に入ります。お風呂に入って、え、これ幼稚園児の服だよこれ着替えるのがめんどくさくて内緒です。絶対に言わないでください着替えるのがめんどくさいので言わないでください。おなし。じゃあ配信を終わってもいいかしら。いいんですか。では壇上を読みます。どっちが正解だ。どっちでもいいよじゃあ壇上を読みまふ。13位、トラキチさん。12位、タケルン。タケルン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 。11位、グリンティーさん。10位、タクゾウさん。ゾウさん。9位、リュウさん。8位、シオちゃん。7位、ヨッシーさん。6位、ヤマさん。5位、キキョウさん。4位、はるちゃん。3位、ピジカタ兄さん。3位、ハマジ。1位がスキャットシャーンです。ありがとうございました。それでは皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ももかお姉さんは今からお風呂に入りたいと思います。ということで、さようなら、バイバーイ。さようならのぷーのすけ、バイバーイ。切りまーす。